私はエリシア。見ての通り、見目麗しい少女よ。この名前のようにね。私が初めてこの宮殿に足を踏み入れた時、この謎に包まれた女性はまるで幽霊のように何の前触れもなく姿を現し、私の来訪を歓迎した。緊張しないで。別にメイを止めるつもりはないのよ。ただこれからの旅にあと少し祝福を送りたいだけなの。私が全部教えてあげる。エリシアと第十三律者のすべてを。私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。だって私も怖かったのよ。楽園が存在しないなら私が作るまでよ。もしかしたら私は本当に律者なのかもしれない。あなたは私の親友エリシア。世界の美しさを愛し守る人だって。それで十分だと思わない？ええ、私の名はエリシア、最初の律者、人の律者よ。共通の敵を討伐することでみんなを一致団結させようと思ってたけど、最後は別の形で願いが叶ったわね。信じたいと思う人には何かを変える力がある。そして今、メイ、私はようやく答えが分かったわ。私の幸運を分けてあげるから安心して。過去についてはとっくに未来の一部になっている。ずっとメイお姉ちゃんを見てる。ここを出たらちゃんと頑張りなさい。あんたは俺たちよりずっと遠くへ行ける。共に肩を並べて戦えたことを光栄に思っておる。君たちはいずれ自分の道を見つけるはずだ。お前の名前は覚えたぞ。自分自身と喧嘩するという状況が君にはないことを願ってるよ。世界が黄金のように輝きますように。どうか運命を振り切って胸を張って未来と向き合うんだ。もしみんなが遠い未来で私のような律者に会ったら、絶対私に教えてね。そうしたら私すごく嬉しいと思うの。ありがとうメイ、全部全部覚えててね。でも忘れてしまっても大丈夫よ。悲劇は終わりではなく希望の始まり。そうでしょ。私はあなたたちが存在した証になる。ずっとずっと心に刻んでおくわ。ありがとう。私は決して忘れない。さよなら火を覆う十三英傑。さよならエレシア。メインが私たちを覚えてくれる限り、この物語は消えない。